今回は弘前公園にやってきました。やってきましたね。もう満開です、外堀は、ね、とっても綺麗です、はい、2人がやってきたのは弘前桜まつり。桜の名所弘前公園でベストショットを探します。いい時期に行きました ね、 ね、もう私毎年来てるので、はい、弘前公園のことなら任せてください。 お熟知してらっしゃる。熟知してます弘前さくら祭りを熟知しているという対馬先生におすすめ撮影スポットを教えてもらいます。ここですね。はい、ここです。まずやってきたのは東門口と大手門口の間にある外堀。さくら祭り期間中は土手が特別に開放されています。で、今日ちょっとだけ波打ってるんですけど、はい、これがもっと向く、ちょっと朝早い時間とかだと、ほうほうほう、もう鏡のようにこの景色が映るわけですね。映るわけです、水面に、はい、このカメラを通して見ると下の水面に映る桜がはっきりと見えるんですよ。どうでしょうか。ただ撮るだけでこの綺麗さですか。本当にそうですよね、はい、実はここ夜もめちゃめちゃ綺麗でライトアップがされるんですよ。で、実はその写真を昨日条件が良かったので撮ってきました、はい、すごい、こんなに綺麗になるんですか。そうなんです。特殊な技術何も使ってないです。ただスマホで撮ってもこのくらい綺麗なのが撮れるので、はあ、ぜひ皆さん夜も楽しみに来てください。すごい。続いてのおすすめスポットは西堀を歩いてボート乗り場の近くにあるこちらのベンチ。一体どんな写真が撮れるんでしょうか。はい、行きます。はい、チーズ。すごい、こんな風になってるんですね。桜とベンチと、ちょっと私も撮ってみてもいいですかちょっと、はい、わかりました。島先生座っていただいて、はい、どう、そうですね、前々からちょっと苦手な分野ではあるんですけど、撮られる方は撮る方専門ですからねちょっと、はい、いいですね。いいですか。お、めっちゃ迫力ありますね。いいですね。ここのスポットいいですね。ここぜひおすすめなので。ありがとうございます、はい、やった。最後のスポットなんですけど、はい、意外と皆さん知ってるようで場所を知らないちょっと隠れスポットをご紹介したいと思います。最後にご紹介するのは SNS でも話題になったあのスポット。はい、ここになります。本当だ、ハートだ。2人がやってきたのは桜のハート。場所は秘密になっていますからぜひ探してみてください。このスポットの上手な撮り方は、向こうに松の木が見えてしまっているので、あれがなくなるぐらい低くなるとしっかりハート型に見えます。わかりました、はい、あ、いいですね、いいですね、そのぐらいで、ここで、はい、せーの、パシャ。しっかりハートですね。ハートですね、はい、まあ、例に習ってここもライトアップされているので、そうなんですね、夜も綺麗です。後ろの暗闇といいコントラストになりますね。そうなんです。やっぱこのぐらいやっぱり明暗さがあるとしっかりくっきり。そうなんですね、はい、素敵だ。今回のベストショットを私は決めました、はい、こちらの外堀で撮った。お、いや素敵でしたね。いや素敵でしたね。もうやっぱ弘前公園何回来てもいいですね。ぜひ皆さんも弘前公園に遊びに来てください、はい。